ピオルンは、ポーランド海軍の駆逐艦。NQ。艦名はポーランド語で雷電の意味。もともとは、イギリス海軍のネリッサとして収益後に、ポーランド海軍に引き渡された艦であった。ピオルンは、ドイツ海軍の戦艦ビスマルクに、相対し砲戦を交わした逸話で知られる。ピオルンは1939年7月26日に、グラスゴークライドバンクのジョン・ブラウンカンパニーにて、 飛行、1940年5月7日に浸水し、同年11月4日に、イギリス海軍のネリッサとして、形式的に収益した。そのままネリッサは、ノルウェーの戦いで戦没したグロムの大隊として、ポーランド海軍に引き渡され、ピオルンと解明された後に、エウゲニューシュプワウスキ中佐の指揮のもとで収益した。 45口径 10.2cm、単装広角砲を操作するピオルンの乗員。1940年撮影。収益後は、イギリス海軍本国艦隊がいなナクち区艦船隊に配備され、主に船団護衛に従事した。1941年1月25日、ドイツ海軍の戦艦シャルンホルストとグナイゼナウを捜索に向かう戦艦ネルソンとロドニー。 巡洋戦艦レパルスの護衛中に悪天候で損傷しスカパフローへ引き返した。1941年3月13日から14日にかけてクライドバンクの町はドイツ空軍機による激しい空襲を受けた。その際、戦団護衛任務で発生した損傷を造船所で修理中だったために合わせたピオルンは対空砲火によって町の防衛に大きく寄与し、 戦後の1994年には、クライドバンクにピオルの上院の活動を検証した記念碑が設置された。対空砲火は、ドイツ空軍機が目標上空に止まる時間を短縮し、適切な高度に拘束するようにしたことは、間違いないにもかかわらず、ドイツ側は、どちらの空襲でも、対空砲火による損失はなかったと発表している。クライドバンクで、猛爆を生き残った。 誰もが偶然にも当時ジョン・ブラウン社のドックで修理中だったポーランド海軍の駆逐艦による最初の夜の凄まじい対空砲火のことを忘れることはないと思う。様子を見た数人が伝えているようにポーランドの砲院たちは弾薬庫をすっかり空にしたのであろうし彼らの射撃はジョン・ブラウン造船所の被害が幾分か軽くなるよう守ったのかもしれないのだ。 二日目の夜の対空砲火は、ドイツ人とクライドバンク市民双方に、前日のものよりも強力であると感じられた。IMM マクファイル博士修理完了後は、第 15A グループと第 145A グループと共に、再び戦団護衛任務を行った。4月13日、ピオルンと駆逐管理場は、アイスランド南方で、有望というマイナス108に撃沈された。 仮想巡洋艦ラージプタナの生存者283名を救助している。ビスマルクとの交戦後にプリマスへ帰還したピオルンの上院。1941年5月22日、ピオルンはフィリップ・ビアン大佐率いる第四駆逐艦,艦船隊の両艦コサック、マオリ、シーク、ズールーと共にグラスゴーからインド洋へ向かう兵員輸送船団 WS8 バイトを護衛していた。 5月25日になり、ピオルンを含む戦隊は、護衛任務から離れ、ドイツ海軍の戦艦、ビスマルクの捜索に参加することになった。ビアン大佐の機関コサックとシーク、ズールーは、戦艦キングジョージ5世の、ピオルンとマオリは、ロドニーの護衛を命じられていたが、戦艦に合流するため航行中に、 カナダ空軍のカタリナ飛行艇からビスマルク発見の法受け船隊はビスマルクに接触すべく急行した。波浪のために速力は27ノットを出すのがやっとの状況ではあったが5月26日午後10時までには直前までビスマルクに直接を行っていた軽巡洋艦視フィールドと会合しビスマルクの方位を知ることができた。午後10時50分に ズールーがビスマルクを発見し、ピオルンを含む戦隊の駆逐艦たちは、直接を開始した。ビスマルクは、ピオルンとマオリに対して、砲撃を開始、ピオルンも13,500ヤードまで距離を詰めると、ビスマルクに対して砲撃を行い、約30分にわたって砲撃戦が続いた。ビスマルクに対して砲撃を開始する前に、ピオルンは、 我は、ポーランド人なりという信号を送ったとされる。また別の資料では、砲撃開始の命令は、ポーランドを叩いて賛成者だったとも言われている。この戦闘で双方に被弾はなかったものの、ビスマルクの大賛成者が、ピオルンのわずか20ヤードに着弾したためプワウスキ、艦長は、戦闘を中止し、円幕を張りながら、距離を空けた。ピオルンは、 燃料が極度に不足していたため、搭載する魚雷を発射することなく27日午前5時には、帰島を命じられた。プワウス機関長は海域を離れることをしぶり、イギリスに引き返すまで1時間にわたって止まっていた。ピオルーンを除く船体によって行われた魚雷攻撃はすべて失敗し、最終的にビスマルクは、衛戦艦との砲船の末に沈むことになった。 ペットの猫を抱くピオルンの上院。1940年撮影。ピオルンの上院に勲章を授けるブワーディスワフ・シコルスキ首相。1941年撮影。その後は再び大西洋船団と北極海を行く塩素船団の護衛を行った。1941年9月には一時的に地中海へ向かい、マルタ島への輸送を行うハルバード作戦に、 護衛艦艇の一席として参加している。1943年6月に第24駆逐艦間船隊へ移籍し、7月にシチリア島への上陸作戦へ参加した。続いて、レッジオディカラブリアへの上陸を支援、9月のサレルの上陸にも参加している。以降も11月までイタリア西岸で紹介と支援を継続した。本国へ帰国して修理を行った後、 1944年1月にスカパフローで第3駆逐艦船隊へ加わったピオルンは園、祖船団の護衛を行うとともに、ノルウェー所在の船舶への空襲やドイツ海軍の戦艦ンンティルピッツへの空襲作戦など、ノルウェー近海で活動を行う空母機動部隊を護衛した。第10区艦戦隊へ転籍したピオルンは、両艦のイギリス海軍のジャベリン、ターター、アシャンティ、 エスキモ、カナダ海軍のハイダ、ヒューロン、ポーランド海軍のブリスカビカと共に、ノルマンディ上陸作戦を支援した。6月9日に、ピオルンを含む第10駆逐艦船隊とドイツ海軍の駆逐艦 Z24、Z32、ZH1、水雷艇 T24 との間で戦闘が発生した。この海戦で、船体は ZH1 を自陳に追い込み、 Z32 を格座させた。6月13日には、ルアーブルへ魚雷を輸送中のドイツ総海底隊を攻撃し、M343 を撃沈し一石を格座させ、残るすべてに損傷を負わせた。ピオルンに乗り込むフランスのレジスタンス。1944年撮影。その後は、ビスケーワンでドイツの艦艇総統に従事し、8月12日に、軽巡洋艦。 ダイアデム特築艦、オンズローと共に、ドイツのキライゲントッ7号を沈めた。9月20日には、グリスカビカと共に、フランスのレジスタンスを支援し、年末まで、プリマスカンクで紹介と、戦護衛を実施した。1945年に入ると、ピオルンは、第8区築艦船隊に加わり、本国近海で、活動を続けた。 ドイツ降伏後の6月には第3駆逐艦船体へ移り、ノルウェーの再戦量を支援した。ピオルンはデッドライト作戦に参加し、接収した U ボートの自沈処分を行った。日本の降伏後、ピオルンは1945年10月に第17駆逐艦船体に移り、さらにポーランド船体で活動した。ピオルンは1946年7月に、 予備役に編入され翌月にはイギリス海軍に返還されたが、元のネリッサの名前はすでにアルジェリン級総海艇の一隻に使用されていたため、新たにノーブルの名が与えられた。ノーブルことピオルンはポーランド海軍艦として21万8000マイルを航海し特筆すべき、戦闘の多くに参加した。ノーブルは2年間の経流の後に、 予備役艦隊で1953年まで止められた。16型フリゲートより効果的な新たな18型対戦フリゲートへの改装が計画されたものの、費用対効果に疑問が呈されたため実行されず、ノーブルは廃棄が決定した。ノーブルは1955年5月に廃棄リストに乗り、同年9月にブリティッシュアイアンスチールコーポレーションにスクラップとして売却された。 ノーブルは栄光された後、同年12月2日に解体地であるダンストンのクレートンデイビー社へ到着した。ありがとうございます。